海外来て思うことが当たり前のことじゃなかったなみたいな、自分がお箸使うことだけでも海外の方からしたらまたは日本の文化やなっていうのになるし、やっぱり逆にまたこっちはフォークとナイフしか使わない、まあ日本でも使うこと結構ありますけど、まあ、でもそれがまた海外の文化でもあってそういう習慣であってっていうので、まあいろいろやっぱお互いを知ることってすごく大切やなと思って、あの当たり前やけど、まあ、これって結構魅力なんやみたいな、結構最近気づかされますね。であとやっぱ最近思うのが言語、こっちイタリア語が基本で、まあほとんどの人、まあ、英語も喋れて、なんで英語喋んのって聞いたんですよね自分で。そうやったらやっぱり徹底して勉強もするし、まあ、勉強もしてくるし、あともう英語しか喋れへん環境 を作られるらしくて、高校中学とかの時に、だからイギリスに行ったりとか学校自体で行ったりとか、ほんまに2週間英語だけみたいなやったりするくて、それらしくて、でもやっぱイタリア人もやっぱ言うのが、最初は絶対にも本当に喋れへんって、でもどんどんトライしていくことが大事っていうので、今あの積極的にあの会話するようにしてて、で間違ってたらあの正しくしてくれるし、間違っててもあこういうことねみたいな感じで言ってくれたら、あこういう言い方が正しかったんだっていうことを気づけるし、だから日本人特にやっぱ使う場面も日本にいたらそこまでないから、英語海外行かないと使わないけど、でもぜひ皆さんそういうチャンスだったらどんどん喋ってほしいなとか、やっぱり今まあコロナでなかなかね留学生とかも海外から来れてなかったりとかするけど、まあ、海外の知り合いとか友達がいたら積極的に喋ってほしいなって思いますね。でも喋れなくて当然だから、なんか最初やっぱ恥ずかしさとかもあったけど、もうしょうがないからどんどん話していくことが必要やなっていうのを今感じてますね。でもやっぱり日本語って日本人しか喋れないから、それもそれでやっぱすごい魅力やし、自分たちが誇りに思えるところだなっていうのはすごく感じますね。やっぱり英語は世界共通で英語をみんな喋れるっていうのはすごいですけど、でも逆に自分は日本語喋れるからっていうのはちょっとなんか勝手に自信持ってる。面白いことにやっぱりバレエ中とかでもとっさにもう必死な時とか、あの日本語がパッて出るんですよね。普通にごめんみたいな言ってしまったりとか、トス呼ぶ時にも来い来い来いって言ったりとかなんかしてしまって、まあでもなんていうのね、バレエ中やから日本人でやっててもそれなりに別になんていうの、意味は理解せずにやってるから、そのいちいち一つずつの言葉を、だから別に日本語喋ってもね、あの通じるんですよね、あのフィーリングで。それ面白い、やっぱ日本のアニメがめちゃめちゃねイタリアではすごい、もうだからそれだけでも結構話の話題広がるっていうか盛り上がれるっていうのがありますね。うん、ワンピースの話とか、自分普通にワンピースのこと話したらイタリアでまだ放送されてなかったネタバレしてしまいました、怒られました、ネタバレやんって。まあでもね、やっぱ日本のアニメとかってやっぱすごいですね、海外ですごく人気、みんなワンピースとかドラゴンボールとか、あとナルトも人気かな、あ鬼滅の刃も、あと進撃の巨人、僕のヒーローアカデミアとか、あとセーラームーン、めちゃめちゃ人気、自分よりも詳しい、ナルトは自分見てないから、それだけ日本のアニメって面白いんやなっていうのは感じますね。うん、なんか2合飯食べるのが余裕になってきましたね、毎日食べてると胃袋がなんかもう活性化してる、もっとちょうだいみたいな呼んでる気がする、まあ、こういうことなんですよね、やっぱ飯食う人って。でもっとちっちゃい頃もっと食ってればよかったなって思いますね、まあ、食事用意された分食べて終わりみたいな、であと遊ぶみたいな感じだったんで、まあでも無理か、小さい頃そんなね考えられないもんね、今やから考えられるけど、まあ、小さい頃にもっとご飯おかわりしてもっと食ってればよかったなって今思いますね。今度企画で、まあもう今自分のインスタグラムで出てるかもしれないですけど、100の質問をやろうと思うんで、その底にどんどん質問をしていただければなと思って、そういうのからピックアップして100個質問コーナーっていうのをちょっとやってみたいなと思うんで、わかんない、まあでも何でもいいですよ、もうバレエ以外でもいろんなもの聞いてもらえれば、答えられる範囲なら全然答えられるんで、ほぼ NG なしやな、 NG にすることがない、純粋すぎて、ほんまに2合半食ってる人はもう純粋でしょ、純粋ならではの変化で2号半デートなんか永遠話する、これ1画面喋ってるもん、見てくださいこれフィギュア、緑谷出久くん知ってますか、マイヒー僕のヒーローアカデミア、マイヒーローアカデミア、僕のヒーロー、あ僕のヒーローアカデミアの出久くんの指パッチンシーンですね、あのあれじゃなくてエンドゲームじゃなくてアベンジャーズ、指パッチンのすっごい色なんですよこれ、ね、これまた面白いんでぜひね皆さん見てください、普通にアニメの宣伝みたいな、これをチームメイトの
カンナからプレゼントしてもらって、ちょっと遅めのクリスマスプレゼントって感じですけど、あのもらって優しいですね。涙がこぼれますよ。結構おかずとご飯の割合って難しくないですか、食べていく。自分も作っていけるんですけど、全然若干やっぱ 2合半も食ってるから、あの酒に対して2合半を一緒に食べようと思ったら若干ご飯の量を多くしていかないといけないから、今だいぶ余ってしまったんですよね。でね、オレンジ、これはビタミン、あとはヨーグルト、これも必須ですね。ヨーグルトが結構いい、ね、やっぱ乳酸菌がいいみたいな。朝に取るのが一番いいのかな。夜はあんまりなんか良くないとか言ったりするのも聞いたけど、わかんないけど何が正しいのか。でも自分も夜も食べますね。朝も夜も、まあ、朝はあの牛乳飲んだりもするから、朝は別にヨーグルト取らなくてもいいかなと思ってるんですけど、イタリアだいぶ慣れてきて、すごく自分自身楽しくなってきて、試合の出場回数も増えてきて、本当にチームメイトからの信頼も少しずつできてきたのかなと思って、で前のまあペルージャ戦、コッパイタリアのペルージャ戦も3セット目フルメあのフルスタじゃあスタメンで出させていただいて、ね、まあ、初めてあのレオン選手のサーブ受けたんですけど、で自分一発目にパーン飛んできて、しかも、まあ、そこまで 1,2 セット目レオン選手のサーブがそこまで走ってなくて、今のうちはこっちは攻めようっていう感じだったんですけど、でも3セット目いきなりなもう感動したね、感じの雰囲気で、いきなりもうすっごいサーブ飛んできて、でそれ目は追いついたんですよね。でも初めてで、こんな速いんやとか取ろうと思っていつもの感覚で取ってしまったら、思った方向に飛んでいかなくて、まあ、それがちょっとサービスエースになってしまって、でうわマジかと思って、何キロやろうとかパッと見たら134かな、みたいな、134、まあまあまあ、まあ1回ぐらい、まあ、そのレオン選手もやっぱり最速の136キロ出してるから、まあまあ134キロぐらいもあるだろうみたいな感じで、まあ、次行こう、次キロってなった時に、次もう一回そう、まあ、自分のとこじゃなかったんですけど飛んできたのが130キロ、130がもう当たり前の世界、これはおかしいです。まあでもそれでやっぱり4本連続サービスエースぐらい行かれてしまって、うわすげえって思って、もうこれを返せたら自分は、うん、レシーブっていうところでプロフェッショナルになんとれるなみたいな、もうこれを完璧に返せるようになったら自分もレシーブはトップレベルになれるって感じましたね。まあ、すっげえ悔しかったし取れなかったのは、でもやっぱり引いたあかんっていう気持ちもあったし、うわこれもまだまだ自分の動体視力足りひんわっていうのも感じたんで、またなんていうんですかね、強くならないといけないなみたいな、そこは感じましたね。うん、あれは早かった、すごかった。まあでも徐々に前衛でスパイクを使いすも増えてきて、あの得点取ったりとかしてて、本当にもっともっとできるなっていうのを最近感じますね。今年は12月からの途中で参加だったから、なかなかスタメンで出る機会はあの少ないかもしれないですけど、やっぱりまずはチームが勝つことに、途中からそういう大事な場面に出されることも多いんで、そこで自分の仕事をしっかりするというか、自分のプレーを前面に出して、そこでもアピールをしながらチームを勝つことに貢献していくっていうのが今は大事やなっていうのを感じてるんで、だからまずはそこを今年はしっかりと目標にして、出た時にしっかりと自分のプレーをして、チームが勝つことにもつなげるし、自分のプレーを成長させるためにも自分の最大限の力を出すっていうところはどんどんやっていきたいなって思いますね。まあね、もうそろそろご飯もね終わりに近づきます。なんかもう最近おかずがパターン化してて、魚焼く、豚肉焼く、日本ってめちゃめちゃおかず多いっすよね。なんかそう考えたら中華も作る、別にこっちで作れないわけじゃないけど、中華も作るし、ハンバーグであったりとかいっぱい作れるじゃないですか。だからなんかどうしようかなと思って、自分そこまでまだ料理技術がないから、米炊くのに精一杯、米食えたらとりあえずいいかみたいな感じ。ご飯、煮ご飯、完食です。まあ、なかなかね3食朝昼晩自分で自炊するってことが今までなかったから、それもまだすごくいい経験にもなるし、すっごく大変やなと思って、本当に今まで高校の時も朝早く作ってもらって、で帰ってきたら食べさせてもらって、夜遅くに食べさせてもらってとか、本当にね全世界のお母さんもう本当すごいなって今改めて感じてます。感謝の気持ちをねやっぱり伝えることが大事ですね。ね、こうやってまあやらないと気づかないってことはすごく多いですけど、本当感謝ですね。やっぱああやってご飯が出てくる環境っていうのはすごく当たり前じゃないし、ありがたいことやなっていうのはすごく感じますね。でマジでめっちゃ大変、毎日メニュー考えて、今日の夜ご飯何しよう、今日の夜ご飯何しようって、ただ自分はパターン化するわって話ですよね。ご飯と酒、ご飯と豚肉、その繰り返しですよ。ヨーグルトいただきます。今日はストロベリーで、ね、
だから、まあ、今こうやって見てる学生の方とかもいたりするかもしれないけど、ごめんなさい、なんか普通に家でやるみたいに舐めてしまった。まあ、こうやっぱ舐めますよね、ヨーグルトのこの縁。舐めないかな、ごめんなさい、ちょっと上言われるところにしまった。普通に舐めてしまった。うん、そこはカットしてもらって、ね、こうスプーンで上品にこうついたものは取りましょう。でも絶対いるよね、小さい子とかプリンとかヨーグルトとかやってなかったかな、みんな。俺だけかな、蓋についたヨーグルトとか舌で取ってた。濃厚っすね。まあ、これがね、自分のね、夕食を食べる一年流れになるんですけど、まあ、今日は動画を流しているため動画を見ながらとかないですけど、普段はだいたいネットフリックスとかその辺を見てご飯を食べてますね。結構ご飯時間かけるんでゆっくり食べるんですよ。まあ、こういう感じで今イタリア生活慣れてきて、ご飯作れて、でお米も炊けて、もうね環境は完璧になったんで、あとは自分自身が体を大きくして強くなって、今かなり消化してる、すごい体を大きくして、頑張っていければなと思います。はい、これが私の夕食の、雑談動画となりました。はい、それではみかんを食べて終わります。ありがとうございました。質問よろしくねー。